一般道とそして高速道路両方走ってみて、それぞれの燃費を測ったりしようというそんな企画なんですけれども、スルスルっとそんなアクセルぐっと踏み込むっていうことなく登っていきます。じゃあここからちょっとエコモードに変えてみましょうか。信号待ちもだんだん増えてくるので、そういったところでですね、ノーマルモードの方がもちろんこうアクセルのレスポンスは良くなるんですけれど、ストップ&ゴーが多いシーンではむしろエコぐらいのこう滑らかに優しく加速するみたいな、そういう走りの方が運転しやすかったりもしますし、セレナ結構静かだなと思います。今隣ですね。はい、一瞬ちょっと窓を開けましたけど、結構うるさいトラックが走ってきてたんですが、はい、またトラック来ます。今ちょっと窓開けて少しうるさくなって、また閉めて静かになったみたいな感じ取っていただけましたかね。結構ですね、遮音性が高いなと思います。でこれ今日乗っているのがガソリンモデルのハイウェイスターなんですけれど、車内の静粛性に関してはセレナの E パワーの最上位モデルであるルキシオンになるとさらに静粛性が上がって、 E パワーのハイウェイスターだとフロントガラスが遮音になって、さらにルキシオンになるとこのサイドウィンドウも遮音ガラスになるのかな。はい、今日乗っているセレナのハイウェイスターは通常のガラスなんですけれども、ルキシオンになると合わせガラスになって、二重構造の、そして真ん中にちょっと特殊なシートが入ってるっていう、日産でいうとオーラとかアリアとかエクストレイルとかにも採用されているタイプの遮音ガラスがセレナにもついて、より静粛性が高められるとは言うんですけれど、正直なところ、比べちゃうとやっぱり遮音性高い方がいいねって多分なるんじゃないかと思うんですが、こうやって乗ってる分にはですね、このセレナ十分静粛性高いなと思います。まあ、あとはガラスが変わることによる静粛性の他にですね、特にガソリン車と E パワーで比べた時にエンジン音がどのぐらい抑えられてくるのかとか、あと下からの音、ロードノイズが変わるのか変わんないのかとか、そういったところは気になりますかね。あとお話をしながらエコモードでずっと走ってきてるんですけど、まだそこまで信号多いわけじゃないんですが、この中でエコだからパワー不足で走りづらいとか不足があるっていう感覚はないですね。であとたまにご質問いただくのが、エコモードにすると車のトータルの出力自体が下がるのかっていう話 でこれはエコモードだろうがスタンダードモードだろうが、車種によってはスポーツモードだろうが、どのモードを選んでいただいても車が出せる最大の出力っていうのは変わりません。何が変わるかっていうと、アクセルを踏んだ時のこの踏み方に対するパワーの出方が変わってきますので、今までも何度もご案内してますが、エコモードにするとアクセルスッと踏んだ時に優しく加速をする、優しくこう力がかかっていく、でスポーツモードにするとアクセルポンと踏んだ瞬間にグッと前に出る、このグッと出るか優しく出るかで消費する燃料っていうのがかなり変わってきますので、例えば普段あんまりしないんですけど、アクセルを仮にベタ踏みにしてしまえば、エコモードでもスポーツモードでも出すパワーっていうのは基本的に一緒になってくるかなと思います。であと車種によってはエコとスポーツ、そしてスタンダードやノーマルで減速の時のこう減速具合が変わってきますね。例えば E パワーの車だとエコモードの時はアクセルを離した時の E ペダルとか、そうでなくてもこの回生ブレーキのかかり方がちょっと強くなって、よりたくさん発電を行う、減速の力を電気に変換するという、そういうことをやってくれるようになるんですが、この間私も調べて、あ、そうなんだと思ったのがサクラとかの電気自動車ですね。これはエコモードにすると回生ブレーキが優しくなって、より惰性で走れる距離を伸ばすような、そういう制御になるっぽいんですよね。あ、なるほど、そうだったんだってちょっと思ったりもして、でただし電気自動車もブレーキを踏むとその力自体がもう回生ブレーキで減速されるので、
長く惰性で走れるようにもしつつも、あと必要に応じてもちろんブレーキを踏めば減速がしっかりされるっていう、そういう運転者が使い分けをできるような、そんなイメージになってるのかなと思います。はい、引き続き走行続けてるんですが、ちょっと画面内にですね、唐突にこういうのが映り込んできます。すいません、これ W さんが持ち込んできてる水のボトルなんですよね。で、これ普段の撮影だったら私いつもこうサーモスのボトルとかドアポケットのドリンクホルダーに置いてるんですけれど、これここなんですよ。で、なぜかというとちょっと教えてください。これ多分ペットボトルよりも太さがあって、こっちには入らなくて、でここにも入るっちゃ入るんですけど、ちょっと安定しなくて、ここの角っこの、ここのなんだこれ、これ多分紙パックを置いた時に支えになるようなとこですかね。それがあるのでここにも入らないので、ここになりました。ここだと、あ、ここも本当このボトルでギリッギリ入ってるんですね。大きい太さのあるボトルを置かなきゃいけない時はここ使っていただくのが無難なのかなと思います。ちなみにグローブボックスってこれ入ります？入った。あ、入る。あ、意外と、お、横にして入る。はい。おお、じゃあそこに入れましょう。あれ、飲みにくいかな。あれ、ということで水分補給しながらやっていきたいと思います。はい、引き続きですね、ずっとこの4号線一般道を走ってきまして、郡山市に入りました。天気良かったんですけど、まあ一応今もいいんですけれど、正面の方にですね、結構いいペースで雲がどん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 来てるんですよね。今日なんか途中途中用事がありますって話冒頭してたんですが、何しに来てるかというと、ダブルさん何ですか今日は目的は。セレナの色を見に行きます。そうなんですよ。で、この後一度福島日産の郡山店を経由して、同じく福島日産白河中央インター店に向かっているんですが、まずい、晴れた下のセレナのボディカラーを見たかったんですけど、ダメかもしれない。動画の投稿としてはですね、先にボディカラー紹介が入ってるかなと思いますので、もうこれをご覧になってる皆さんは、私たちが晴れた状態で到着したのか、それともダメだったのか、なんなら雪が降ってるのかご存知かなと思いますという感じでですね、まあ、ずっとまだ信号はそんなに多くないようなところを走ってます。だいたい50キロから60キロの間でずっとまっすぐ走ってきました。で、以前の動画でもちょっとお話ししてたのが、このセレナ基本的に乗り心地もいいし、走りもいいし、ガソリンモデルだからといってなんか不足はないよっていうところで、ただ一個だけ私個人的にあんまり好きになれないのはアイドリングストップですね。アイドリングストップっていうのは信号待ちとかでエンジンを切って、でまた再スタートするためにブレーキを離すとか、ステアリングを切るとか、アクセルを踏むとか、そういったことをしてくれるとエンジンが再始動してスッと走り出せるという機能ですね。信号待ちの間のガソリンの消費を可能な限り抑える機能となってまして、実際アイドリングストップがあることによって燃料の消費は抑えられるんですよ。でも再始動の時のこのエンジンのかかり方がちょっと振動がある。よくハイブリッドの車とかは、まあ、あれはアイドリングストップっていう言葉はなくって、ハイブリッドカーは走行状況に応じて、もしくはその時のバッテリーの状態に応じて自動でエンジンかけたり切ったりの調整をしてくれるんですけれど、このエンジンをかける時っていうのもこうモーターでサポートしながら優しくスーッとかけるので、エンジンの再始動ですね、これ結構滑らかだったりするんです。で、このセレナはちょっと今また、はい、まあ、今みたいな感じで多分マイクでは拾ってなかったと思うんですけれど、まあ、今オートブレーキホールドを使ってるのでブレーキ離してもエンジンかかりません。で、アクセルを踏んだ時にスッとエンジンがかかる。で、これが振動はそこまでないんですけど、まあ、ちょっとあるのと、で、あとエンジンがかかる音っていうのがまあ当たり前なんですけど聞こえてくる、その辺が少しだけ気になるなっていう、そんなところはあります。
まあ、これあのアイドリングストッパーは好みに応じてオンオフできるようになってますので、いや燃費よく走りたいんだよって信号待ちの燃費消費を抑えたいんだっていう方は、まあ、もちろんそのまま走っていただいてですし、私のようにちょっと気になるなっていう時は特に、まあ、こういう道路だったらいいんですけれど、渋滞とか市街地の走行で信号待ち停車すごく多いよっていう時はアイドリングストップボタンありますのでオフにして走っていただくのもいいかなと思います。まあ、今日はですねとりあえずアイドリングストップずっと有効の状態で走っていこうかなと思います。ということでボディカラーを見に行く第1ポイントが郡山店になりますので、ちょっとこのまま4号ずっと走ってもいいし脇にそれてもいいし、あでも駅前を通っていくよりは一旦まっすぐ行っちゃった方が早いのかな。いつも郡山店に行くとき高速使っちゃうのでここを考えたことないな。ダブルさんどっちいいと思います？いや私それちゃいます。あそれちゃう、ダブルさんに従ってそれて行ってみたいと思います。はい、ではここで4号線を一旦それて郡山の市街地の方に入ってまいります。じゃあ一旦ここで、燃費のご報告をしましょうか。はい、こちら福島市、福島大変支店を出まして、ここまで 37.3km 走行してきました。平均燃費が15km 超えてますね。リッター 15.3km となっています。最初に燃費をご報告した二本松あたりまではずっと福島市から上り坂の区間が多かったので燃費あんまり伸びなかったんですけれど、そっから先郡山市まではあれどうだろう、それでも微妙に上りなのかな、上ったり下ったりがちょっとあったと思うんですけど、そんな中で燃費が回復してきまして今リッター 15.3km となっています。途中からエコモードに変更しまして、まあ、そのあたりも少し燃費に影響あったのかなとも思いますが、まあ、信号待ちストップ&ゴーがほとんどなかったので大きな影響はなかったんじゃないかなとも思いつつ、はい、でまあ、引き続きですねエコモードでだんだん信号の多いところを走ってまいります。郡山の市街地を走行中ですね。で雪が降ってきました。これからセレナの色見るんですけど、晴れたところをお届けしたかったですが、それでですね今外気温度計が2度を指してますので、まあ、ずっと福島市スタートで2度で3度まで一旦行きましたけどまた2度っていうそんな環境でずっと走ってきました。でエアコン度がですねずっと22度のオートで走っています。で、まあ、街中の走行もですけれど、まあ、このセレナですねずっと走りやすさは感じるなっていうところで、これってセレナの視界の広さっていうのが本当に大きいですね。この窓の開口がすごく大きく取られているし、でこのピラーとかもですね三角窓のところがしっかり取られている。でこういうところが地味にですね例えば右左折するとき交差点を曲がるときに効いてきたりもします。でこの車内の広さを感覚的に高くするための、まあ、手段の一つとしていろいろありますけれども、ここですねピラーの部分のここがご覧いただくと分かる通り、こっちの前に向かってる側は白ルーフライナーと同じ白というかアイボリーになってまして、で一方でこの真ん中の部分っていうのは黒くなってるんですよね。でこれによって一体になった大きなドアミラーとしてちょっと感じられるようなそういうところもあります。こう全体的な視界の広がり感というのはここが黒いことによって高められているんですね。はい、ではまもなくですね最初の目的地福島日産郡山店に到着します。セレナの色を見に来たんですけど、ちなみに郡山店は何色でしたっけ？青。青ですね。セレナ青が2つあるんですよね。多分ターコイズブルーとアズライトブルーがあるんですけど、あの黒っぽい青と鮮やかな方の青とどっちでした？多分鮮やかな方です。ターコイズブルー、ターコイズブルーですよね。合ってます。はい、ということでターコイズブルーのある福島日産郡山店に到着いたしました。はい、到着です。燃費こちらですね。福島市を出ましてここまでずっと一般道でほとんど4号線とか、信号の少ない区間、そして駅前のちょっと信号のある区間を走ってきました。 46.8km 走行しまして平均燃費がリッター 15.4km、 結構いい数字で来れたかなと思います。一旦ですねここで
セレナのボディカラーを見る撮影をしまして、そこから再び一般道で今度は白河市の方へさらに南下していきます。次はちょっとダブルさんに運転していただこうかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。それでは撮影してきます。いや、めちゃくちゃいい青ですね。めっちゃいい青ですよね。ここの一番当たってるところが好き。はいはいはい。私はこっちの方がスピード調整しやすいかなって、下の方もよく見えるなと思って。あ、確かにそうですね。